はい、どうもエアコン屋のデラ君です。はい、今日なんですけどこちら、エアコンクリーニングはどこに頼むということで動画を撮らせていただきたいと思います。これも結構質問多かったっすね。俺はね、エアコンクリーニングは自分では絶対やらないのね。エアコン屋さんなのに自分ではエアコンのクリーニングって絶対やりたくなくて、頼むとこも決まってるんだけども、エアコンのクリーニングって大きく分けると、まあ、3つぐらいしか頼むところって正直ないんですよ。3つっていうのは会社が3つっていうことじゃなくて分類的なものね。皆さんはどれ派でしょうかというのを一緒に見ていただければいいのかなと思います。はい、まずエアコンクリーニングをする時の候補1つ目、中の人なんかないですか？エアコンクリーニングだったらどこに頼むか。ネット。ネット、そうね、まあネットっていうか、まあ業者だよね、専門業者。まあいいと思います。しかもそのクリーニングの専門業者でしょ、やっぱね。はい、2つ目、ホームセンターでスプレーを買って自力でやる。素晴らしい、自分ね。はい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 、いいよ。お、パーフェクト。まだあと1問。自分2つ目でした。はい、3つ目、なんだろう、エアコン取り付け業者に依頼する。メーカーさんですかね。エアコンメーカーさんと自分、まあこの3つぐらいに分類はされるんですよ。エアコンクリーニングってやっぱクリーニング屋さんってやっぱあるぐらいなんで、エアコンのクリーニングだけに命をかけてる業者さんももちろんいるわけで、そういった業者さんに頼むか、メーカーさんに頼むか、自分でやるかの3つぐらいしかないわけない中でも、ここ自分っていうところに関してはリスクが高いねっていうだけだし、こっちの専門業者メーカーさんに頼むとリスク少ないけど高いねっていうだけな話なんだよね。うん、皆さんどうですか？まあ 90% ぐらいの人はここに頼むでしょ。専門業者に頼むんだよね。 10% ぐらいの人はまあ自分でやったりとか、あとメーカーさんに頼んだりとか、そういう少数派のところに行くと思うんですけど、はい、俺の中でね、自分の本当超持論だよ。エアコン工事を14年間やってても、俺ねマジでこれ本当にやりたくなくて、ぶっ壊す未来しか見えないんだよね、もうね。このエアコンクリーニングっていうものって、もう取り付けとやっぱ全然違うのよ。クリーニング専門の業者がいるくらい、もう内容が違うんだね、もうね。数学が得意な人が理科も得意でしょって言ってるような感じかな。別に数学得意だからって理科さ、無知でやれないじゃん。そんな感じ。あのね、確かに同じ俺らエアコン取り付け業者だけど、エアコンのクリーニングの専門業者とはやっぱりやり方とかレベルとかは全然正直違うのね。だから俺は絶対自分ではやらないんだけど、その専門業者っていうのを使うって、そこにお願いするってなった中でも、どういうところに頼めばいいのかっていうのを今日ちょっと見ていきましょう。実際にじゃあお願いするとしたら、専門業者かメーカーになるんですが、これですね、まあおのおのやはりね、いいところ悪いところありますね。専門業者結構安く済むイメージ、安くっていうのはメーカーよりも安いっていう感じね。メーカーさんはまあ多分、まあ、多分というか、まあ、ほとんどの確率で専門業者、エアコンクリーニングの専門業者よりは 100% 高いと思います。でもこっちはもうね、超安心というか、何かあったら全部保証してくれるしね、メーカーさんなんて。そのメーカーさんの人が来てやるわけなんで、その機械を誰よりも知ってるわけさ。これは最高の安心を買いたければ、いいお金を出してメーカーさんに完璧な施工をしてもらって俺はいいと思います。それよりも安いけれどもいいところありますぜ、ちょっと探してってください親方みたいな、そういうのが専門業者なわけなんで。どう、みんなネットでちょっと今ちらっと探してみ、エアコンスペースクリーニングスペース業者とかで探してみてほしいんですけど、まあ、びっくりするぐらい数出んだよ全国で。これ技術力がさ、もうめちゃめちゃ差があるんだよね。これ
え、小学生がやったんですかっていうようなエアコンのばらし方をする人だっているし、とんでもなく丁寧で1台洗うのに1日かけていくような人もいるのね。ね、エアコンクリーニングをしてる人って100人ぐらい見たんだけど、全く同じやり方してるのと2人ぐらいしか見たことないんだよね。それぐらい人によってマジでやり方がね様々なんだよね。でネットを見ると業者もいっぱいあるじゃん。どれ選べばいいのってなるでしょ。だから聞いてきた、エアコンのその洗浄屋さんと仲良くなって、まあぶっちゃけの今の話をしたわけ。どういう業者さん、どういうお掃除業者さんをお願いすればいい人に出会える確率って高いんですか、値段的にも良心的だし工事の腕もいい人に出会うためにはどういうところをネットで探すのが一番いいんですかっていう話をね、失礼ながら聞いたわけなんですよ。まあその時に返ってきた答えがなんとですね、大手が一番いいよと。誰もが聞いたことがある名前だったりとかテレビで CM をやってたりするところに頼むのが 100% いいと。要はテレビで CM やってればいいんだから広告にお金をかければいいだけってことですか。いやそうなんだって。実際クリーニングってそんなに金額って高いわけじゃないでしょ、ね、安いところだと1万円から、ね、高いいいものでもまあ2万2000円とか2万3000円ぐらいなわけじゃん。それを本当に年間いっぱいこなして1日何十件とこなしてお金を稼ぐ業界なわけなんだよね、エアコンクリーニングって。それをいっぱいやってないとあんな CM なんか絶対打てないし、 CM をやるくらい大手になってくると研修とかそういったものがしっかりしてると、これは大手じゃないとやっぱできないと、この研修に関してはね。なのでこれは名前どこでも聞いたことあるような名前の CM もやってるような会社に頼むのが一番いいですよと、クリーニングをしてるその会社さんが言ってることだから、まあまあまあほぼ間違いないだろうね。その会社さん、俺が聞いた会社さん大手でもないしね、自分たちが CM 出てるとかそういうのもないんだけど、その人たちがそう言ってるからまあほぼ間違いないのかな。確かに研修がちゃんとしてる人だったらねミスも起きにくいだろうし、そこまで大きい会社さんだったらしっかり何かあった時の保証とかもねしてくれると思うので、安心して頼むんだったらこういう大手さんっていうのを狙ってあげるといいのかなと思います。はい、まあでも俺ぐらいエアコンの掃除をしたくないっていう人間になってくると、エアコンからなんかカビ生えて匂いするようになったな、臭くなったなと思ったらもう変えちゃうけどね。これは変える方が楽なんで。はい、ということで今回このエアコンのクリーニングはどこに頼むのというお話、聞いたお話なんですが話させていただきました。いかがだったでしょうか。はい、普段はねこうエアコンの話、エコキュートの話、あとは工事の時の裏話とかそういったものをさせてもらってるんで、ぜひ興味ある方はねチャンネル登録していただいて次の動画をお待ちいただければいいのかなと思います。高評価とかねコメントなんかもいただけると次の動画作る励みになりますんで、ぜひそちらもよろしくお願いします。ということでテラ君でした。バイバイ。Without water along the sun-soaked road, we crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain'tAnd it's all for you. It's all for you.
It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you.